アブ・ムスワブア、イコール・ザルカーウィは、ヨルダン生まれのイスラーム主義活動家、テロリスト。ザルカーウィという名前は、地名から由来し、本名ではない。なお、日本の報道では、アルファベット表記の読みをし、アブ・ムサブ・ザルカーウィとされることがほとんどである。ウサーマ・ビン・ラーディン率いるアルカーイダの有力な、細胞の一つとされる、組織の領収テロリストとして、 国際指名手配を受け、アメリカ合衆国は、彼の相当に、多額の懸賞金をかけていた。しかしながら、ザルカーウィーらのグループとアルカイダとの関係については、明確ではない部分もある。ザルカーウィーが、アルカイダ系国際テロ組織のナンバー3ということも、あるが、ザルカーウィー派は、本来、国際活動よりも、 ヨルダンの王政だとを目標としており、アルカイダ指導部とは温度差があるという。しかし、2004年以降イラクに潜伏するザルカーウィリ派は、反抗声明において、反米を繰り返し訴え、ビン・ラーディンに対する忠誠を宣言していた。ザルカーウィーとサッダーム政権との関係については、米上院情報特別委員会の2006年の報告書、 ポストをファインディングスアバウトイラク、SWMD プログラムスリンクスツーテロリズム、アンドハウゼーコンペアウィズ・プリワー・アセスメンツ、PDF ファイルにより、現在では完全に否定されている。この報告書は、ザルカーウィーとそのグループに対し、サッダーム政権は関係を持っておらず、かくまってもおらず、目をつむって、彼らを認可していたということもなかったと。 CIA 自身が2005年に結論付けていたと報告した。この報告書が出る以前には、ブッシュ政権によってザルカーウィーがイラク戦争開戦前にイラクに入国し、生物科学兵器の訓練を受けたと主張していた。爆撃により破壊されたザルカーウィーの隠れがザルカーウィーとはザルカーの人を意味し、ヨルダンのシュトアンマン近郊の町ザルカー出身とされる。 本名は、アフマド・ファディール・アンナザール・アル・ハラーと言われている。バニーファ山族に属する貧困な家庭に生まれ、17歳の時に学校を中退した後、1980年代にヨルダン国内で犯罪を犯して、服役を経験したとされる。1989年、ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻に対するムジャーヒリーンとしてアフガニスタンに渡った。 しかし、すでに、ソビエト軍は、撤退を開始しており、ビン・ラーディンとの面会が目的だったと言われる。前後して、イスラム主義運動にのめり込んだ、ザルカーウィーは、アフガニスタンのキャンプをベースとして反ユダヤと、ヨルダンにおけるイスラーム国家の樹立を掲げる、戦闘的なイスラーム原理主義組織、タウヒードとジハード集団を立ち上げた。 2006年6月8日、イラク政府は6月7日夕方にザルカーウィーが、バグダード65キロ北方のバークーバ近郊で、アメリカ軍の爆撃により死亡し、遺体を指紋などで確認したと発表した。1992年、古国ヨルダンで活動していたザルカーウィーは、王政打倒とカリフ制の樹立を目指す、過激活動を摘発され、数年間収監されたとされる。 1999年に御社で刑務所を出た。彼は2000年初頭にアンマンにあるイスラエル人やアメリカ人の宿泊するラディソン SAS ホテルを爆破しようとして陰謀が発覚しパキスタンを経てアフガニスタンに逃げ込んだ。アフガニスタンではアルカイダと接触しその支援を受けてヨルダンでの体制変換を目指すテロリストの養成キャンプを ヘラートの近郊に気づいた。米国ブッシュ政権によると、ザルカーウィーのキャンプは毒物など大量破壊兵器の装備を進めていたとされる。また、2001年のアメリカ同時多発テロ事件に前後してイラクの政権関係者と接触していたとされ、2003年のイラク戦争の大きな改戦理由の一つとなった。 同時多発テロ後に起こったアメリカのアフガニスタン侵攻時にはアフガニスタンにいて爆撃で負傷したがアフガニスタンからイランに逃れたその後のザルカーウィーはイラクやヨルダンで潜伏しながら活動を継続したとみられ2002年にアンマンでアメリカ人の外交官殺害事件を起こしたのもザルカーウィーのグループであるとされるアメリカ軍がイラクで配布したパンフレット 罠にかかりおりに入れられたザルカーウィーが描かれ、アラビア語でザルカーウィー、これはお前の未来だと書かれている2003年から2004年にかけてザルカーウィーのグループイラクの聖戦アルカーアイダ組織はサッダーム、フセイン政権倒壊後の混乱が続くイラクに潜入しアンマンとバグダードの中間地点にあたりアメリカ合衆国軍と地元住民の間で紛争が起こっていた。 ファルージャの近辺に抵抗拠点を築いたとみられる。2004年春以降、ザルカーウィーのグループ、タウヒードとジハード集団は、イラクに滞在中の外国人を拉致して人質にし、残守して殺害するという数々の事件を起こした。これらの事件の特徴は、 覆面の男たちが人質を拘束し、米軍撤退などの要求を突きつけたり報復を、叫んで殺害する様子をビデオに収め、タウヒードとジハード集団名義で、インターネットや中東のメディアに発信するという、ものであった。10月末に起こした、イラク日本人、人質事件でも、犯人グループはインターネットを通じて発信した。 脅迫映像で、自らをザルカーウィーのグループと名乗っていた。日本ではこの事件以降、日本人男性の拘束、殺害事件の被疑者として、ザルカーウィ容疑者と呼ばれるようになった。イラク暫定政権への政権以上に前後して、繰り返し起こった爆破テロ事件も、いくつかにザルカーウィーの名で、犯行声明が出された。また、2003年8月の、 国際連合ホテル爆破テロなど、アメリカ主導の新政権づくりを揺さぶるために、行われた、いくつかのテロ事件も、ザルカーウィーの仕業によるものとされる。2004年夏には、アメリカ軍によるファルージャでのザルカーウィー派の拠点と、見られる民家への爆撃などが行われたが、効果があった痕跡はない。同年10月、同派は、組織名を、イラクの聖戦アルカアイダ組織と改め、 アルカーイダとのつながりを再び強調した。さらに2005年9月には、イラク国内のシーア派への全面戦争を宣伝した。ザルカーウィーの残虐非道な行為に対し、イラク人は元より親族も心を痛めており、2005年11月には、兄弟や親族一同がザルカーウィーに対し、絶縁状を叩きつけた。さらに晩年、彼は、 数多くの過ちを犯したため、軍事政治部門の指導者から、軍事部門の指導者に降格されたとされている。米軍報道官の発表によれば、ザルカーウィーは、2006年6月7日から8日にかけて、行われた、バクバシにあるザルカーウィーの潜伏先を標的とした、アメリカ空軍の F-16 戦闘機による500ポンド、爆弾2発の爆撃を受け死亡した。 爆撃後、即座に、イラク軍特殊部隊を呼び、第145任務部隊が、現場に入り、ザルーカーウィーを発見し、担架に乗せ、指紋採取などにより、本人であることを確認した。爆撃を受けてもザルカーウィーは、即死には至らず、致命傷を負いながらも生存していた。担架の上で、聞き取り不能な言葉を発したり、逃亡しようとする様子も見せたが、 爆撃による傷のためすぐに死亡したとされる。朝日新聞は例外的にザルカワミ幹部と表記している。ありがとうございます。